はい、皆さんこんにちは。注文住宅30年、ウィングホームの代表、斉藤本です。よろしくお願いします。今日もですね、プレミアムモデルハウスの2階キッチンからお送りしますけども、この背面収納について簡単にご説明したいと思います。こちらがですね、食器棚になってます。奥がパンチングになってまして、今いろんなものを引っ掛けれるようになっているということです。さあ、こちらが家電収納庫ですね。炊飯器は、下の引き出しに、収めるようになっています。今ここにコーヒーメーカーを置いてありまして、私がこの撮影をしながら、こう合間に、コーヒーを飲んでいると。冷蔵庫、まあ人が住んでませんので、ほぼ入ってないですね。で、最後こちらですけども、ちょっと画面かけてるかもしれませんけど、洗濯機置き場です。今はあまりないんですけども、まあアメリカではキッチンに洗濯機を置くことが多くてですね、20、30年前、日本でも少しこういう流れが、ただまあ日本では風評で、あまり流行らなかった、というのが現状です。はい、ということで今日はダメダメ工務店を見分ける3つの質問というお話をしたいと思います。最近、ハウスメーカーよりも工務店を選択するというお客様が増えてきました。まあ、工務店ではですね、まあ、インスタで見た、おしゃれな洗面台とか、キッチンを手作りで作ってもらったり、まあ、ハウスメーカーに比べると、自由度が高い、家ができるんですね。成功すれば、世界でたった一つの我が家が、手に入りまして、そこで送る人生は、経験した人にしかわからない、とても、充実した人生になります。一方、工務店にはどうにもならないダメダメ工務店も残念ながら存在するんですね。まあそういうところにね、頼んでしまうと、まあ家作り大失敗したという、残念な結果になってしまいますので、今日はその見分け方、3つの質問をお話ししたいと思っております。ダメダメ工務店に共通する2つの要素があります。まず1つ目が、アフターメンテナンスが悪い。まあ評判が悪いですね。立てっぱなしという工務店です。残念ながら多いです。で、もう一つは、施工が下手くそ。まあ、家の品質が悪いってことですね。計算はできていても、まあ、図面はできていても、実際に出来上がる建物に隙間が空いてたり、まあ、いろいろありまして、電話して、見てもらいたくても来てくれない。まあ、これがダメダメ工務店の特徴です。では、どうやってダメダメ工務店を見分けるかというと、3つの質問があるわけですけども、まず1つ目は、施工エリアを決めてますか？この質問がとても有効になります。工事が始まると、担当者は毎日現場へ通うわけですけれども、この現場までの距離が長いと、そこで時間を浪費してしまうんですね。まあそれだけ利益が落ちてしまうんですけども、移動距離が長いといって建物の値上げをするわけにはいけませんから、その分は工務店側が利益のダウンを負担するということになりますね。ですから工務店にとってみたら、なるべく近いところで仕事をやりたいわけです。そしたら一人の担当者が1日例えば4件回ることができるとか、残業が少なくて済むとかっていうことにつながっていくんですね。ですから小さくこう現場をまとめていく、これを拠点集中型って呼びます。一方ですね、本来拠点集中型にしたいんですけども、地元の評判が悪いとだんだん、遠くになっています。遠くでまた仕事をするんですけど、またそこで評判が悪いとさらに遠くになっていく。で、どんどん、現場が遠くなっていく。もう1時間とか2時間ザラと。こうなりますと、目に見えないコストの負担が大きくなりまして、いずれその工務店は、市場から姿を消してしまうと。実際私のこの周辺でも、私が知る限りで、3社がそういったドーナツ化現象って言うんですけども、それを起こして倒産してしまいました。次にですね、2つ目の質問なんですけども、それは、職人さんの家を建ててますか？建てているとしたら見学させてください。という質問です。職人さんは誰よりもその工務店の家のことを知ってます。現場管理がしっかりしてるかとか、社長さんの考えとか、職人さんはいろんなことを分かってるわけですね。ですから、その職人さんがどこを頼むか、これが一つのポイントになります。もし職人さんの家を見せられなかったとしたら、まあ、ダメダメ工務店の可能性は高いですね。まあ、ただ、まあ、仕事柄っていうんですかね、商売上の取引で、本当は頼みたいのに、まあ、そこでいつも仕事をお世話になってるからということで、まあ、頼む場合もありますので、100% とは言いませんけれども、いろんな工務店さんと付き合っている職人さんが頼んだ工務店というのは、まあ、結構いいんじゃないかなと思います。あとはですね、まあ、もちろん、建てたお客さんの紹介が多いという工務店も、もちろんいい工務店ですね。まあ、もっと言うと、
立てたお客さんが会社に入社してしまった、こういう話も全国的には耳にする話です。実際にウィングホームの不動産担当の鈴木勲、彼は私の高校時代の同級生でもあって、25年前に初めて外断熱の家をさせていただいた友人でもあり、お客様でもあり、そして2年前からうちの不動産担当になったということです。あとはスタッフの離職率、これも大事なんですけど、大工さんの離職率っていうのも着目してもらいたいと思います。まあ、なかなかそこを見つけるのは難しいかもしれませんけども、大工さんが居つかない、こういった工務店はまずいですよね。段取り8部という言葉が家作りの世界ではあるんですけども、要は段取りが大事だよと。現場でごたごたその打ち合わせしたり指示したりするんじゃなくて、すべてその手前の前日までに、まあ、工程表だったり、まあ、今だったらメールだったり図面だったりで全て指示してしまえと。あとは現場は確認に行くだけだよと。まあ、こういうのができる監督は、まあ、腕があるということなんですけども、そうでない監督の場合大変なんですね。できると思って現場に行ったらまだ材料が届いてなかったとか、車間さんが塗りに行ったらまだボードが張ってなくて塗れないじゃないかとか、まあ、こういったことが段取りが悪いと起こるんですけども、その時いつも毎日大工さんは現場に通ってるんですね。だからそういったものを全部見てるわけです。うまくその現場が進まないと工期が伸びるわけですね。で、後で日割りで計算してみると、日当がすごい安くなってしまう。ですから、イライラするわけですね。本当は、家帰って、毎日気持ちよく晩酌やりたいんだけど、こんなんじゃ、毎日の晩酌がまずくなる。こうなると、もう次の仕事は受けたくないっていうことで、断ってしまうんですね。ですから、そういった工務店ってのは、大工さんが変わっていっちゃうんですね。三つ目の質問ですね。会社の決算書を見せてください。この質問も、かなり有効です。まあ、これに対して、ああでもない、こうでもないと言い訳して、見せない工務店、これは危険ですね。この決算書っていうのは、どういう意味かというと、簡単に言うと、企業の成績表なんです。市場に評判があってですね、きちっと仕事をしているところは、次から次に仕事が来るわけですから、決算書の内容良くなります。逆に、評判が悪いところ、こういうところは、値引きをしないと仕事が取れなくなっちゃうんですね。相見積もりで、下げて、やってくれるってところは、決算書悪くなりますよね。利益が減るっていうのはどういうことかっていうと、アフターサービスとか、お金がかかることをやってくれなくなるっていう、まあ、そういう話なんですね。またそこで評判が悪くなって、で、またさらに値引きしないと仕事が取れなくなる。そしてさらにサービスが悪くなる。まあ、こういうスパイラルに陥ってしまうっていう恐れが十分あります。それとですね、去年沖縄で民泊事業を開始したんですけども、その時に初めて沖縄の銀行さんと、取引をしました。沖縄の銀行さんはこの遠く静岡から来た会社が信用できるかどうかっていうことで、やっぱり調査したんですね。その結果を教えてもらったんですけども、全国の企業の中のトップ 2% にお宅は入ってるよという、まあ、嬉しいことを教えていただいたんです。以上の3つが、ダメダメ工務店を見つける質問ということになるんですけども、もう一つおまけをお話したいと思います。もう一つの質問は、住宅産業はリピート産業だと思いますか？という質問です。これちょっと難しい質問かもしれませんね。まあ担当者に聞いてみるといいと思います。ちょっと難しい質問なんで、人によって答えがいろいろだと思いますけど、何と答えるか、これは興味深いですね。ちなみに私だったら、リピート産業だと思いますよ、と答えます。どうしてですかっていうことですけども、例えば同じお客様が2度3度家を建てるってことは、まあほとんどないですよね。まあ1回が多いと思います。ただそのお客様のお子様とか兄弟とかが家を建てる場合には、これ家族がリピートしてくれたっていうことになりますよね。お客様の家に友人が遊びに来て気に入って、まあそのお客様からの紹介があって、ご友人が建ってくれた。となるとこれはご友人のリピートということになります。同じように地域の人、近所の人、まあその評判によって依頼があった場合は、これは地域のリピートってことになりますよね。ですから家はリピート産業だと思います。はい、以上、ダメダメ工務店を見分ける3つの質問でした。おかげさまです。ありがとうございます。